文字式の計算丸2、今回は項係数一次式とはについて一緒に学んでいきましょう。さあ最初にね、いろんな言葉が登場するので、一緒にこれはどういう意味なのかっていうのを学んでいきましょう。じゃあ行きましょう。はい。まずね、加減の混じった、まあ加法とか減法ですね、の混じった式を加法だけの式に直して、プラスの記号で結ばれた一つ一つの文字式や数のこと、これをね、項と言います。ここですね、プラスの記号で結ばれた一つ一つの文字式や数のこと。じゃあ例えばさ、これ 2x-5y プラス3っていう式があるでしょ。これをさ、みんな加法だけの式に直せるかなね。ちょっとやってみようか。 2x はまあそのまま 2x と足す、これマイナス 5y、 そして足す3があるよと、はい、こうやって書くことできるよね。ここ 2x-5y って書いてあるけど、 2x にマイナス 5y を加えたって考えればいいんだもんね。だから 2x 足すマイナス 5y で、まあこのプラス3はそのままプラス3だね。はい、このようにね、プラスだけの今記号で結びましたと。その時にここプラスの記号で結ばれた一つ一つのね、文字式や数のこと、これをね、項というの。だからこの式のね、項はって聞かれたら 2x とマイナス 5y と、まあ、プラス3だね、まあ、プラス省略して3ですよって、こうやって答えてあげればいいわけ。それぞれを項と呼びますよっていうことです。はい、じゃあ続いて、文字を含む項で、ここ大事、文字を含む項で、文字の前にある数字のことを係数って言います。例えばマイナス 4a の係数はって聞かれたら、文字を含む項で、はい、文字の前にある数字、文字の前にある数字はマイナス4だよね。前にマイナスがこうやってついてるときはマイナス4って言わなきゃダメだよ。これ4じゃないもんね。マイナス4が a の前についてるもんね。はい、だから答えマイナス4って書いてあげればいいのね。はい、だからマイナス 4a の係数はって言ったらマイナス4って答えてあげればいい。じゃ例えばさ、みんなどう、じゃあこれプラス3の係数は何ですかって言われたらみんなどうするの。はい、3と思った人ダメですよ。はい、ここですよ、文字を含む項だから、これ文字ないからね、だからこれ別に係数ないですよと。じゃあこれの係数はマイナス5だよね。 y の前にある数字マイナス5。じゃあこれの係数は x の前にある数字だから2だよね、なんて言って、この係数っていうのを答えてあげればいいわけ。はい、じゃあ続いていきましょう。文字の数が一つの項、または一つの項と数の和で表される式のことを一次式と言います。ちょっとこの説明文がね、難しそうに書いてあるけど、そんな難しいことじゃないの。大事なのはね、文字の数が一つっていうのがすごく大事なのね。じゃあちょっとさ、この例で、詳しくやっていきましょうか。皆さん、このね、式をね、項に注目してみてください。はい、じゃあいきましょう。これさ、項は 2x とプラス 4y だよね。じゃあ左側から、はい、2x。文字何個あります？はい、プラス 4y ちょっと無視していいんだよ。2x。はい、文字何個ある ?x の一つだけだよね。はい、文字一つ使われてますよと。はい、じゃあ今度、はい、今度こっち隠して 4y。これ文字何個使われてます ?y だけ一つだよね。はい、これ一つですと。はい、ということで、どちらもね、どちらの項も、文字一つの項でできているから一次式って言います、これをね。はい、じゃあこっちも見て、マイナス 3x っていう項とプラス5っていう項でできてるよね。じゃあマイナス 3x は、はい、マイナス 3x は文字 x だけ一つだけだよね。はい、じゃあプラス5は、まあこれは使われてない、まあ数字だけだよね。だから文字一つと数字だけ、はい、こういう時もこれ一次式って言います。じゃあどういう時が一次式じゃないのっていうことなんだけど、例えばさ、これどうかな、 x 次乗プラス2とかこのやつよ、ね。これどう、項に注目してみると x 次乗とプラス2っていうのがあるわけだよね。はい、じゃあ左側、はい、プラス2隠してちょっと左側見て、 x 次乗っていうのは文字何個、ね、これ1個ってやっちゃダメだよ。 x が1個ってやっちゃダメよ。 x×x で x2 個あるでしょ、ね、はい、だから文字2個あるので、ここはまあ文字ないから0個ね。はい、そうするとここで文字2個使われてるよね。文字2個と数字って言ったらね、これ二次式っていうのよ。文字が2個使われてるから。
だから一次式ではないよね。 OK。 ということで、文字の項が一つの項、または一つの項と数の和で表される式、これを一次式って言います。はい、じゃあこんなことを踏まえてですね、こんな例題をやっていきましょう。はい、どうぞ。次のあいうってありますね、次の式の項と係数を答えなさい、また一次式はどれか記号で答えよって、そんな問題です。じゃあ順番にやっていきましょうか。はい、じゃあまず項からいく。はい、項ちょっと、あいうの項を出していこうか。はい、じゃあいきますよ。はい、じゃあまずあから、これさ x 次乗とプラス 2y っていう項でできてるよね。はい、だから x 次乗と 2y と書けばいいよね。はい、じゃあ e はどうですか。マイナス4分の y とか書いてあるけど、みんな怖がっちゃダメよ、ね、これ加法だけの式にするとこうじゃない。5分の 2x とマイナス4分の y、 こういう風になるよね。5分の 2x にマイナス4分の y を加えるって考えればいいんだもんね。だからまあみんなこれ慣れてきたら、この加法の式に直さなくても、5分の 2x とこれマイナス4分の y の項があるよって分かっちゃうんじゃないの、ね、もしちょっと不安だよっていう人は一回加法の式に直してももちろんいいからね。はい、ということで、この5分の 2x 引く4分の y の項は5分の 2x とマイナス4分の y、 これが項ですよと。はい、じゃあ続いてういこうか。はい、マイナス 2x とプラス y とマイナス5があるよね。これプラスだけの加法だけの式にするとマイナス 2x とプラス y と、こう書けるもんね、マイナス5を加えるってこう書けるもんね。だからマイナス 2x と y とマイナス5が項になると、マイナス 2x と y とマイナス5、はい、これが項です。はい、じゃあ続いて係数見ていこうか。はい、じゃあ係数いきましょう。はい、この項、この係数は0とか言っちゃダメよ。 x 次乗の前には何かが省略されてる、1ですよね。だからこの文字の前にある数字は1です。だから10とか書いちゃダメで、 y の前は2だ、1と2だね。はい、じゃあこれいきましょうか。5分の 2x は x の前に5分の2があるから5分の2。はい、じゃあ続いてこれどうですか。これさ、これさ y のさ前にさ1があるって考えてよ、ね、y の前に1が省略されてる、マイナス4分の 1×y って表すことができるわけよ、ね、マイナス4分の 1×y、1が省略されてるんだよね。だから y の前にある数字は何？マイナス4分の1だよね。はい、マイナス4分の1。はい、じゃあ続いて、じゃあこの項からいこうか。マイナス 2x の係数はマイナス2。はい、y の係数は0とか言っちゃダメだよね。y の前には1が省略されてるんだから1。はい、そうしてってこれで、ね、マイナス5とか書いちゃダメよ。文字を含む項で、文字の前にある数字が係数だから。ね、これ文字を含む項じゃないもんね。だからこれ書かないでください。マイナス2と1ってだけ書けばいいよ。はい、じゃあ最後に一次式探そうか。一次式、はい、じゃあそれぞれの項を見ていけばいいよね。はい、まずさ、もうこの時点でダメよ、ね、x が2だ、2個使われちゃってんだよ。文字2個使っちゃってんじゃん、まあ、こっちは1個だけだけどね。はい、だからこの時点でもブーブーです。二次式です。はい、じゃあ続いて、はい、これ文字1個使われてるね。これ文字1個使われてる。はい、これも文字1個使われてる。あ、これいいじゃん。はい、いい、OK。はい、じゃあ続いて、これ。はい、マイナス 2x、はい、文字1個。はい、y、文字1個。で、数字だけですから。はい、これも一次式だね。はい、e とう。これが一次式になります。ということで、今回は、項係数一次式とはについて一緒に学んでいきました。